りましたね。いや素晴らしい。マシンを持ってきていただきたいぐらいどうかなカイムカンダラさあ今回第2弾と、はいそうでした。今回もだから1人2品ずつなんですけどね、はい、新しいピザを、大丈夫ですか皆さんピザなんて。いや自信はあります、ね、あります、うん、前回は、何やったご飯か炊き込みご飯ですよね。あれがもうすごかったと。何がいい、もう我が家の定番になってますみたいなね。なってるかのがもう誰のどれがやる。いやでもうまいのはいましたよ。まあマジで前回誰が一番絶対ビールと枝豆のあれやそれあれが一番だと思います。お好み焼きのやつやったら僕でもいろんな人から聞きましたよ。あの実際やってみて美味しかったみたいな、うん、やったそんねん、ほんまか、ほんまです、ほんま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 鼻がってたまに嘘つくもんね、ちょっとやめてやったんですよ、ほんまに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まずはココリコ田中、一体何を乗せるのか。一品目はこちらを使います。何なのこれ、何これ、日本酒、酒かす、酒かす、塩辛です。うわこれはこれはきついんちゃうか。これピザうんぬんじゃなくてきつくないか、この取り合わせがきつくないか。絶対大丈夫です。あのピザ自体がお酒のつまみに、酒と酒かす二重で、一緒二重でまずね、マジもう調理返しますよ。これでも塩辛もあんま好きちゃうか。塩辛はさ、だって生のイカの良さみたいなもんがさ、ね、思いっきり焼かれるわけやから前に染み込まさんでいいんちゃう、はい、あもう切らんとそのまま、はい、豪快やね、うまい、すごいなこれ。ちゃんと形になってましたね、ふざけてんねんって、やめてね。いやマジです、これ僕ね2品ともほんま今回マジでやってますから。みんなマジやで、はい、でこれものすごい量やなこれ。これアンチョビのピザとかちょっとあーあるね風味が。いやもうもうもうそんなもういやアンチョビのピザはうまい、うまいですよ、うまい、塩っ気あれはあの塩っ気は、はい、全然乗ってあれへんで、ハマアンチョビのピザ。そっからいやいやそっからヒント入ってるんですけど、うんうん、はい、うん、はこちらを使います。うこれ思いきこれうまい、デザートデザートもうピザ全体をね、うん、デザートにしてやろうと思ってんの。こっちの方がまだ前向きやわな。そうですね、見た目もちょっとこれはちょっと美味しそう。ほんとに雪見大福と一緒にイチゴを乗せるのがポイント。続いてはココリコ遠藤、彼が乗せるものとは。高級感というテーマで、うん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 、これちょっとやってみたかったんで、うん、いきます。うわこれはねテッサピザ、これはちょっとアホやな。いやもうこれでもこれはもうほんと贅沢の極みやと思う。極みやね、さっとまあ半分半分ぐらいで、テッサを豪快にのせ、その上からたっぷりとポン酢をかける。うわで最後にやっぱピザといえばチーズということで、こっちはどういやのこれはないぜ。いやいやこれもな、これはないぜ。これも俺喫茶店って言われてみたい。これはないね、常連のお客さんに真似しました。組み合わせ的に誰も真似せえよな。おいでやっぱこう、はい、コストもバカだ。そうですね、はい、確かに。2品目はなんとフリスクピザ、150粒乗せるのがポイント。これでもね、そうそうね、もしかしたらね、はい、女受けはいい。あそうですね、いやあいつら意外とねスースーしたもんうまいよね、言いますからほんまに。いはい、続いては山崎のおすすめ、どんなピザなのか。じゃあ山ちゃん、どんなやろ、いいですか、うん、じゃん。冷やし中華またふざけてるわ。いやちょっと待ってください、ふざけたあかん言うて。いやいやいや、ふざけてふざけてないよ。このままざっくりいきますよ。これも豪快やな。これはもうざっくりこう汁ごと汁ごといきましょう。おすごいやるね、彩りがやっぱいりますんで、麺も膨張するのかな。そこは冷やし中華ね、冷やし中華、ね、盛り付け方もでもピザって切って食うもんやからそうですよね。ここ固まってまうやん。卵だけしか食えない。卵だけの人、卵だけの人みたいになってます。それはみんなであの交換したりとかして、それがまた楽しいやん。キュウリゾーンとか当たったら嫌ですね。あの色とかごっちゃ気にする方やから、うん、二つ目はやっぱりちょっとデザート系で、なんかえらいこんもり先生盛り上がってますね。はい、そうですね、これ楽しみでしょ。楽しみです。これ一体何でしょうか。うん、こちらです。え、何これ、何これ、え、あ、綿菓子、綿菓子です。うわ
これどうなんだよ。なるほどね。もうこのままいきましょう、うん、こうもうこれしかでもやるない。あ、まあそうか、そうだ、これもおかしい、お菓子に近づくかもしれない、ね、そうです、おかしいですね、いやでもこれやっぱりそれはいるんや、うわ、はい、おしまい。えら簡単ですね、これ簡単、そらせやな、でもこれがこう溶けていくからね。そうです、そうです。続いては浜田、果たして彼のおすすめするピザとは。庶民的な、はい、はい、誰でも作れるやつにしました。はい、あのテッサなんかよりね。あ、テッサ、これね。いや、これ庶民的ですか、なんか、すき焼きですよね。庶民的な、まあまあまあ、まあ、どこの家庭でもすき焼き作るでしょ。はいはいはい、はい、まあまあ、そうか、そうでしょ。すき焼きいきますか、まあ、悪くはないかな。そうでしょ、うん、いや、だからもうこれも今もうその山ちゃんと一緒ですよ。あ、まんべんなくですか。まあ、一応すき焼きですから、そのままの形をね、もうキープしつつね、はあはあ、これも肉ゾーンとまた行くんで、まあまあまあ、これはまあこんにゃくゾーン嫌やな。嫌ですね、みんな肉ゾーンになりますよ。うわ、じゃあ出しかけて、はい、今チーズね、うわ、台無しやな。これ決めはね、食べるときにみんなこれがあるから。あ、今じゃあ、はい、そうそうそう、なるほど、食べるときこれ割って卵溶いて、はい、こう切ったやつをそのままこうつけてねえ、やばいでしょ。なるほど、食べるときにつければいいんですか。そういうこと、まあ、そういうこと。浜田の2品目は卵かけご飯ピザ。あ、これはもしかしたら、もしかするそうやろ、うん、あ、どうやろ、ドリアみたいになんねやろか、焼けて意外に、なあ、はい、これもう全部ここ、ほら、はいはい、これちょっとうまそうじゃないですか、はい、うわ、これうまそうやな、ちょっとお腹グーグー言ってきたな、俺そうやろ、はい、そして最後は松本、一体何を乗せるのか。じゃあ、私いきますけども、はい、これはもうかなりのおすすめですよ、はい、これ見てください、あー、ご飯ですよ、はいはいはい、絶対うまいですから。これも絶対うまいんじゃない。なこれはもう間違いないですよ。シンプルやね。まあ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 、生地にこれ塗るだけ。これもこれ塗るだけですから、うん、こんなもん、ね、うわー、うわー、でもこれマジでちょっとうまくわからない。これうまそうやな、はい、海のもんですもんね、はい、ご飯ですよを塗った後はもちろんチーズを乗せ完成。あのちょっとびっくりするかもわからないですけども、はい、はい、うわー、なにこれ、もう何これ、なに、え、なにこれ、豚やん。え、豚の顔ですね。これ沖縄とかで、まあ、ちょっとね、沖縄のね、ちょっとこれ考えたら沖縄風ピザってなかったでしょ。これ嫌やな、これは金の嫌やな、これやばい、これね、うわすごいな、裏もなかなかのもんですね、なかなかのもんですね、パンチ効いてますね、はい、まあまあ、あのこうなんかこれこのまま壁掛けにとか飾りの飾りを壁に掛けてここのあの時計みたいなの結構そうですよね、ここ15分、はい、45分、はい、なるほどね、うん、大丈夫、うわなんか今から色になってきてるやん、ヒゲ剃るみたいなほんまですね、ヒゲ剃るみたいな、なんでんなぁみたいなどうやって食べる、じゃあ食べる食べ方が、いやこれ豚も本望ですよそれともう一つ、まだ何すか、もう一個ちょっとこれはもうスペシャルバージョンとして、うんうん、どうしてもやりたかったものがあるの で、はい、これだけちょっとやらせていただきます、はい、あ、いいですよ、まあ、豚の顔にするかどっちにするか悩んで、はい、結局絞りきれなかったんですけども、これもなんかえらい盛り上がってますね、まあ、顔対顔みたいなことでですね、うん、顔ちょっとこれをこんなピザ食いたいと思いますか。なんでこれ、これうまいですって、いやいやいや、切れないじゃないですか、いやいや、どう食べるんですか、これうまいって、これどうやって食べるの、ほんまに、あ、マグロの頭ですよ、マグロの頭、はいはい、マグロの頭をこのままここにドーン乗しまして、はい、焼きますから、全員が自信作を紹介し、いよいよピザを焼く。果たして一番おいしいのは、なんか香ばしい匂いがしてきましたね。あ、ほんまや。ほら、ほら、来た。何これ。あ、ちょっと、ええ匂いしてますよ。最初は田中の酒と塩辛のピザ。そのお味は？うわ、絶対うまい。うわ、うまそう。はい。うまそう。ほら。ほら、これまた。ありゃ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 。これまた当たりちゃう？田中のなあ。ほら。これ店で出てきて何を誰が文句言う？はい。いや、この時点で、この時点で見た目は完璧。いや、こ
これ酒かすだよ。うまそう。ひーたんが酒かすです。これその焦げ目もなんかうまそうやね。うまそう。あ、いい匂い。チーズでかいですね。やったじゃん。これまた真似する人おるんちゃう、ほんまに。あ、俺あんまり好きな匂いじゃない。浜田もともとダメなんですよね、うん、塩辛とか。あ、いいぜ。いいぜいいぜ。でしょ。じゃあちょっといただきます。はい、いただきます。いただきます。うまい。いや俺はない。いやうまいですって。これうまいって。いや人それぞれあんねん、味覚というもの、はいはい、俺はもう0点。マジっすか。いや俺はね、まあじゃあ7やな。俺は7。俺が結構高いな、7点って。俺5、うん、うまいけど、はい、ちょっと味が濃い。あ、あのいっぱいは食べられへんな。ねえ、うん、うまいけど最初の一口目はめっちゃうまいな。めっちゃうまいな。めっちゃうまい。二口目からちょっとやっぱ厳しい。うわーうわーくるもんね。高得点かと思われたが、話し合いの末結果は5点。続いて試食するのは雪見大福ピザ。一体どんな味なのか。匂いしてるな。うわー甘い。うわー、一応効いてるな、やっぱこうなると。ほらクリーム残ってるやん。見てください、ね、これ。あ、残っ、あんまり匂いやなこれ。おー、なんか富士屋に売ってそうやろこれ。おーお前やろ。わー、エレンちゃんですこれ。俺は女ウケーな。いただきます。いただきます。いただきます。うまほら、おいしい。ほらなんだこれ、また。これおいしいな。でしょでしょ。うまい。うまい。これうまい。これあかん、これめっちゃうまい。うまい。これうま、全然できますよ。うまい。家庭でこれ子供喜ぶぞ。子供喜ぶ、はい、これそうですよね。あとこれ女の子とか絶対これ、むしゃむしゃ。エンドずっとここにとろみのある。いやほんまに。うわうまい。聞きたくないぐらいうまいですね。もっと味わいたいですね、これ。なんと全員から高評価を受け8点を獲得。続いては高級感が売りのエンドのテッサピザを試食。うわうわ全然うまそうやん。これ見てください。全然ピザやな。まあまあ確かに熱いよな。決算やからね。どんな感じですかね。どうですか、何の味やこれ。味がないんですか。なんやろね。フグの一番みっともない使い方やね。みっともないわ。パンチ効いてないの。何のパンチも効いてないな。これやったらもういつものことはもう毒入れといてほしかった。お金がかかってた割に評価は低く、たったの3点。お次は全くその味が予想できないフリスクピザ。なんやこの匂い。さあいい感じ。匂いますね。うん、匂う。ここまではもう全然パーフェクトですよね。ありますもんね、こんなピザだって。普通に見たらシンプルだな。フリスクはある。うわうわ、これちょっと顔近づけてみ。顔涼しい。さあなんすかこれ。顔が涼しいね。ヒヤーってする。ヒヤーってすんねん。溶けるやな、フリスクって。あ、ほんま、なんか目ちょっと、うん、すごい爽やか。清涼感が、うん、鼻詰まりとかええかもわからんけど。はい、いくよ、せーの。うわっ。うわそうされてる時に言ったら何点ぐらいですかねこれ。なんで食われへんねん。いや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 、何点ぐらいもらえますかね。いやこれ数字じゃないでしょ。ドクロマークや。ドクロマーク。 やはりフリスクはピザに合わず、結果はドクロマーク。続いては前評判の低かった山崎の冷やし中華ピザ。あかん、あるのこういうこと。え、ミラクル？ミラクル出ましたね。そっちっすか。マジっすか。ほらー、あわわわわわ、面白い。そのままやん、作り物みたいになってる。サンプルですよこれ。
面白いな。サンプルみたいになってる。ロウで作ったな。うわうわうわ。これ卵ですね。うわもうめちゃくちゃやん。めちゃめちゃやん。うわうわうわ。せーの。僕ハムなんですけど、はい、割とうまい。はい、いいですか。うん、僕卵なんですけど、うん、割とうまいんですよ。はい。はい。僕ハマゴタムなんですけど、はい、美味しい。タマトはい、トマトなんですけど、はい、抜群ですね。これはなあ、うまいの。うまいのだって。あ、いや悪ないですねこれ。でもそばとつゆが合ってるんや。そばとつゆが合ってんねん。合ってますこれ。なあうまいな。何点ですかこれ。7ぐらいかな。7ありますね。7、はい。前評判を覆しなんと7点を獲得。そしてお次はその焼き上がりが気になる綿菓子ピザ。ドン。どうなりました。ない、なくなってる。マジ。うん、ほら。え、どうなりました。ほら、お、ほんまや。うわ、なんか普通にまんべんなくある。うわ、ほんでちょっとうまそうやなこれ。うわうわうわ、はい、お願いします。せーの。うわあ、うわ、甘いな、甘いな。すごいことになってるよな。うまコリコリや。かったかったいね。砂糖が焼けて固まってしまい残念ながら2点。庶民派2連発ですよ、はいはい、で皆さんちゃんとお手元に卵を溶いてこれがねどうかなと。これはどうかなと。そうなんです。自分でもうちょっと溶いてくれてもええよ、食べやすいように。はいはいはい、はい、浜田の溶き卵をつけて食べるすき焼きピザ、そのお味は。じゃあちょっと見てみましょう。はい、はい、おお、あら、いや、あらじゃないぞ。うわうわ、何これ。あらら、これ見た目は最悪だよ。これ店行って出てきたら、おいちょっと店長呼べ。ありますね。うわ、肉もすごい。肉ね、ちょっと後で均等に一切れずつ乗せるから、はい、これすごいすき焼きの匂いが、ね、匂いはもうするでしょ。ほんま残ってますね、ね。ちょっとコツを。いやもうコツも何も、この溶いた卵を、はい、結局その、はい、なんちゅうのすき焼きみたいに要はすき焼きみたいにこれこうつけて、結構つけますね、絡めて、はい、ピザの食べ方ちゃいますやんかこれ。うん、嘘嘘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 嘘。すき焼きが食べてほら、うん、すいません、こっちサイド正直うまい、うまい、こっちサイドもですね、うん、うまいぞと、うまいぞというなっております。あれ、なんでなあ、うまいな。あれ、なんで美味しいんですかね。しかも卵効いてるな、はい、卵効いてるわこれ。ちょっとうん、うまい、うん、皆さん家でやりはってもねえ、うん、大丈夫じゃないですかね。いいんじゃないですか。卵が絶妙の味を醸し出し、これまで最高の9点。続いてこちらも浜田の自信作、卵かけご飯ピザ。はい、来たー。いや、おー、見たことある。なるほど、ね、見たことある。ドリアや。ドリア、はいはい、まあそんな感じやね。はい、せーの。なるほど、うん、これはね、うん、テッサピザにさも似たり同類ですね、なんかね、同類よね、はい、自信はあったものの評価は低く、たったの3点。続いては松本が絶対にうまいと豪語するご飯ですよピザ。いきますよ、はい、はい、あのほとんど何にも手は、え、
あれなんかあれどうですか、どういうリアクションあれあれ見た目は皆さんあんまりあの気になさらないでください。ちょっとまああのあでもちょっと黒いんだな、ちょっと焼けて焼けてるんやな。いやこれうまいはずなんですけどね、うん、うまいはずよ絶対、これ絶対うまいですよ。松本の自信作ご飯ですよピザ、そのお味は。せーの、うまい。うまうまうまいうまいなうまいうまい、これうまい、ええ塩加減やな、これはうまいな、思いっきりご飯ですよね、味が全面に押し出されてんな、全面に、ほんまに商品ができるっていう意味も込めたらね、はい、10点ちゃいますか、10点あげてもいいな、確かにすき焼きは美味しかったです、うん、でもあれどうですか皆さん、うん、あれをそのコスト的に考えてるんですよ、いやちょっとね、辛いんですこの時代、うん、これ何ぼかかってますか、多分ね僕ね具的にはもう20円30円やと思うんですよ、うん、いや出たなこれ、これは毎日これでもいけますから、それもお母さんのパーマネント代が浮かんでコールドパーマ代が、コールもパーマ代が浮かん全員がうまいと絶賛、得点はなんと10点満点。続いても松本のおすすめ沖縄風豚の顔ピザ。うわどんな感じになってます、全然変わってないやん何にも変わってないじゃないですか。そうなんですよ、全然 ビフォーアフターになってないんですよ。ほんまですね、はい、こっち見てるしもう、そうなんですね、完全に、はい、俺の見てるやん、そうです浜田目線でわーすごい弾力やな、切れへんってそれじゃ、それじゃちょっと無理か、ごめんやもんこんなんいや真ん中切れねえけど、この鼻のとこは無理やん、これはね相当なパワーですよこれどうですかこの感じ、いただきます、いただきます、いただきます、結構硬いもんやな、はい、硬ったコリコリしてるもん、じゃあ硬でもええから食えやお前らなまあでもあれやあれちゃう7、8点はあるんじゃん、いやないでしょないでしょ、評価は最低を通り越しドクロマーク2つ、そしていよいよ松本のスペシャルマグロの釜ピザ、さあ最後ですよ、はい、マグロの釜ピザ、はい、これがなさあ来た、こればっかりはあの機械では焼けなかったので、はいはい、これはね手放しでは喜べないんですよ、うん、どうしてですか、まあ、あのグロテスクなね、はい、最初見てますから残ってますもんね、はい、さっきが陸の顔なら、はい、海の顔です、はい、いいですね、どうなっていやどうなってるの僕もちょっとわからないですが、うわ、なんか配達した、ありがとうございますすごいわ、うわでかいな、これ、ね、そのバイクの顔そのまま持ってきた、まあ、ありがとうございますまたね、うわ匂いしますね、もうすごい、うわなんかすごい匂い、すごい匂いが、うわ来た、うわ匂いしますね、もうすごい、うわすごい匂い、すごい匂いが、うわ来た、来たぞこれ、焼き魚の匂いな、はい、上に持ち上げる、そのままポンと、そうそう、うわそのままやどうもありがとうございましたこの番組は5段のスポンサーの提供でお送りしました。